次にもう一つ、はい、人生相談来てます。35歳の会社員です、うん、人に働き盛りですね、うん、そうです。人に認められたくて必死に仕事をしていたのですが、体調を崩し、うん、ASD、ADHD の特性があると診断されました。うんうん、あ、じゃあもともとその気はあったんだろうね。うん。原田さんの周りにも、こだわりが強くのめり込むタイプの人はいますか？うん、また、うん、世の中こんな状況なので、うん、体調を崩した方とか増えましたか？うん、それで言うと、答えから言うと多いですよ。どっちも。ちょっと種類が違ってて、コロナ禍で体調崩すタイプは、別にその、もともとそういったね、ASD だとか ADHD とか、むしろそっちじゃなくて、割と、まあ、なんていうか普通に荒れてたはずの人で崩してるって人がむしろ俺はそっちの方が印象が強いかな。直接人に会ってできなくなったことで調子崩してる人ってのはいるね。で逆にこの状況に強いタイプの、もともとコミュニケーションとかが、いや、よくみんながコミュ障コミュ障とか言うし、そういうタイプの人の方が強いケースも結構見るし、うん、でもっと広く言うと、ゲーム業界って言い方はあえてしない方がいいのかな、分かんないけど、ゲーム会社って、でも俺の経験上ね、ゲーム、このゲーム系って、そのいわゆるものを作ったりとか絵描いたりとかって、さっきおっしゃったね、 ASD だとか ADHD って多いですよ、うんうん、ASD と ADHD を、つまりその診断されたことによって今ネガティブに捉えてると思うんだけど、うん、これすごい広く捉えるとね、そうじゃない可能性すごい高いんですよ、うん、で、まず自閉症って言われるやつ、 ASD ってな、うん、で ASD なんか特にそうだけど、あとアスペルガーとかそうだよね。だから、あの自閉症系は、これ一説なんだけど、最近の研究で分かってきたとまでは言わないが、いろんな見地から見た時に、まあ、俺統計が好きじゃない、また。でダーウィンの進化論とかもそうなんだけど、統計で例えば見た時に進化って、淘汰されるものとそうじゃないものとかが、まあ、残ってみたいな、まあ、一般的によく言われてる、あの一般論としても言われてるダーウィンのあれで言うと、これだけ遺伝的要素が多いって言われてるじゃん、うん、SG って。でもしこれが非常に生きていく上であまりにも障害がだと、もしくは欠陥だってことで、不必要なのであれば、もっと淘汰されててもおかしくないと言われてるんですよ。なのに、一定の割合で、かつ、最新の研究だと、20人とか25人とかいたら、1人いるんじゃないかってぐらいの確率だって言われて、まあ、そんなこと言ったらさ、どうカテゴライズするかで変わるんだけどさ、で、何が言いたいかというと、この一定の確率で発生するものには理由があるってよく言われていて、進化の過程で必要だから生まれていると。で、ASD はまさにそうだって言われてるんですよ。あれは人間の進化の過程において必要なのではないかという説が、一応最新のはずなんだけどね。で、俺は少なくともその文献で読んでる分にはそうだっていうふうに捉えてて、俺もそう思う。で、なんでかというと、この業界に行くとすっげえ感じる。プログラマーとかエンジニア系とか、あともちろん絵を描く人とかで、よりその ASD って知らないよ、診断されてることがあるよなのかなとか、もう一回そう診断出てもおかしくないって人はたくさんいますよ。うん、いわゆる一般的にさ、アメリカで何て言われてるのかな、わかんないけど、コミュ障って、コミュ障ってよく流行ってんじゃん、今。俺コミュ障だからってみんな言うじゃん、もう。オタクだからみたいな感じ。プログラマーで、もう活発に喋る人とかって珍しくて、逆にそれはそれすごいんだけども、うん、なんかそういう人が割とやっぱり多くて、うん、であれそういう人ほどものすごい能力を発揮してたりとかするときに、やっぱり天才って呼ばれてるわけ、うん、はいはいはい、でうちの業界に来ると天才なんですよ、 ASD とか、うんうん、あれね、うん、スカイプなんてすごいよ今、スペイン語と英語ってなんか実験やってんだけど、お互い英語とスペイン語で喋り合うと、そのお互い自動翻訳で喋れるようにっていうところのレベルまで来てるわけ。だからだんだんこう有利になってきてるような、がそういう、つまりコミュニケーションとかに障害っていうものはあんま関係なくなってきてるわけだ。
解決するテクノロジーがついてきてるわけ、うん、って考えるとこの人もそうですね、俺はいろいろやりようあるし、職業も変えようはある程度あるだろうし、うん、まさにゲーム業界なんか逆に言うとそんな人ばっかりして評価されてる。だから調子崩すこともあるだろうし、ちょっとなんかドツボにはまるとあーってなっちゃう人もいるけど、うん、逆に言うと俺らのからするとそんな能力ある人どうやったらうまく乗ってくれるか、一番興味あることをどうやってやってもらうかってことにすごい集中できるわけじゃない、うん、経営者の人が見てほしいのはそういった ASD だとかってだけども特化した能力を持つ、うん、もしくは何かはめた時にダメだとか全然ダメだとかボンっていける0点と100点の差が激しいタイプの人間とかを正しく評価するっていう風にしないと、うん、あのおかしくなっちゃうでしょ。いやいや、そうだと思います、うん、本当に。じゃあ喋んのうまいやつか高い給料って、だから、うん、立場が、日本ってそうなんだよ。日本は特に立場が偉くなるんで、役職が上がらないと給与上がらないってなってしょ、うん。これおかしいですよ、うん。うちの会社はだいぶそれ是正できるようになってきたけど、それでも世の中全体、日本全体で言うと、そうじゃ、それじゃおかしいんじゃないって。なんか喋りがうまいとか、人の論破する説得がうまい、上を立てんのがうまい、周りを楽しくさせるのがうまいって人ばっかりが、うん、その、高い給料をもらうっていうのは、それはなんかその評価になってないじゃん、うん、人に評価されるためって言ったけど、そんなことに生きちゃダメ、うんうんうん、もうそれはもううんふんでしかないけど、評価なんてねなかなかそれはしてくれないですよ。だって、うん、あの人に求めない方がいいですよ。確かに、うん、だから本当ね、ずるいっすよ、そのみんな周りは、うんうん、あのそれこそあなたの評価より自分の方が可愛い人ばっかりなわけですから、そんな人にね期待しちゃダメ、うん、だからそういう意味で言うとゲーム業界まだいいですよ、やっぱり。もう信じられないような人いるから。あれだけ鉄拳のことはあまり基本答えられないから鉄拳以外でねって言ってたものの、はい、うん、まあ、やっぱどうしてもいくつか来ちゃってきましたか、はい、まあ、答えられる範囲でっていうところでちょっと2つほどピックアップしております、はい、うん、何でしょう。鉄拳シリーズには DR、FR など R がつくタイトルが多いですか、うん、何かこだわりがあるのでしょうか。あ、これ昔インタビューじゃないか、うん、直接聞かれて答えたことが結構あったな、うん、結構忘れてる人いるみたい。これね、いや、わざとですよこれね。読みにくい覚えにくい、あの初めてそのいわゆる R にして、うん、した時に次も、あ、そう、やっぱ良かったんですよ結果がね。あとはから鉄拳5かな、うん、ダークリザレクションが最初かな、リアル最初、うん、だからであれが結構やっぱ売れて、こう、ね、ゲームセンターでもそうだし、うん、鉄拳5って実はPSP とか DR のダウンロード版とかいろいろ足すと、鉄拳3よりちょっと売れてるかもしれないってぐらいなんですよ。1000万本ぐらい近くいってる可能性が、鉄拳3も900何十万本で、実は5はいろいろ足すと結構いってて、よく3が最頂点って言われるんだけど、実は5はあのアーケードとかいろいろ足すと実は全体で結構良かった。うんうん、7はまた7で単品ではかなりもう3に匹敵するぐらいいってるんだけど、うん、そうですね、そういう意味で言うと結構良かったっていうのもあって、でやっぱりこう略した時に何とか R ってつくようにっていうのをもうあえてやろうと、うんうんうん、いうことでやってました。そうですよね、うん、だから大変ですよね。R でいくつかバーッと見せる R からしか選べなくて、商標取られたらダメだからね。DR でだからそのうち鉄拳ルルルルルとかなる。縁起がいいっていうことですね、簡単に言うとね。まあ縁起なのか分かんないけど、うん、響きでね、うんうん、やっぱり、うん、馴染みの深いようにしちゃおうかということでやってます、ね、分かりました、うん、鉄拳に限らずゲームの新キャラを決める会議っていつどんなメンバーでやっていますか。また最終的にはどうやって決まるのですか。鉄拳はいくつかのアプローチ取ってるんですよ。いつも複合的で、結構これ明確に複合的にしてるのは珍しくて、
何かというと、一個は例えばやっぱビジュアルから入るっていう切り口も必要だと思ってるので、ビジュアルが勝手にって言ったら変だけど、絵から入っちゃうもの、まあ、デザインだよね、うん、ビジュアルのデザインから入っちゃうもの、もしくはアニメーション、いわゆるモーション、日本で言うとモーションだよね、モーションキャプチャーとか、モーションデータ作ってるアニメーションデザイナーの人たちが動きから着想してきて出してくるもので、もう一個は、企画が考えたアイデアから入ってるように見えるんだけど、割とマーケティングに近いね。マーケティングに近いって何かっていうと、例えば競合他社で埋まってない部分を見て決めるものもあれば、リージョンで決めることもあるわけだよ、うん、例えば鉄拳とかが、もっとこうこの地域のコミュニティがいるにもかかわらず、このキャラ、そこのコミュニティ、地域のコミュニティの支えられそうなキャラがいないとか、うん、ここの地域の人はとても鉄拳を買ってくれてるんだが、そこに応えれてないとか、そういう観点で国から決まるとかいうこともあるわけですよ、うん、だからさ、実はいろんな複合的なアプローチがあるんだけど、っていうとね、民主的に決めてるように見えるんだが、うん、ある時言われたんですよ、今そのいろんなところで他のプロデューサーやってるね、デジモンのプロデューサーとか、もともと鉄拳のキャラデザインやってたデザイナーだったりとかするんだけど、うん、もう彼とかに言わせるとですね、もう初めて鉄拳プロジェクト来た時、びっくりしましたみたいな、うん、もう彼はリリーとかのデザインをあげたなかなか優秀な子なんだけど、うん、バーッと机の上にいろんな絵がな、キャラクターが並びますよ、その複合的な理由で挙げられてきたキャラアイデアをすごい人数で囲んでいるにもかかわらず、原さんがって言って何かを言いながら、ボンバ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 ン、はい、これをどこ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 ドンっていうふうにやってたって言うんだよ、言うんですよ。まあそういう時もあったのかもしれないね。だからぎょっとしたと、こう恐ろしくてしょうがなかったって。すっごい勢いで騰落しちゃう、ボツと採用がその場で言われていくっていうのが、すごくデザイナーとしては恐怖でしたみたいな。恐怖っていうか、びっくりしたって言われて、え、そうだったって言ったら、いや、そうでしたよとか、でもお前採用されてたじゃん、いや、そうなんですけどみたいな。いや、だけど、そういうこともあるのかもしれないけど、そう見えることもあるのかもしれないけど、でも意外と時間かかりましたやっぱり。そうですよね。ものすごいトライアンドエラーがあって、ああでもないこうでもで、全部にちゃんと言語化した理由を、うん、みんなで言って言葉にします。だから、うん、誰々さんが気に入ったからとか、誰々さんがいいって言ったで決まらないようにはなってますよ、うんうんうん、そこは最終的にデザインアイデアは誰から出してもいいんですよ。で、決めるのは各セクションの、リーダークラスと言われる人たちが何人かで集まって、こうですよね、ああですよね、うん、っていうところかな、うん、俺はズバズバズバってやってたこともあるし、でもで、ね、例えば、うん、とんでもない決め方する時も あるっちゃあるよ、うん、僕は聞いたことありますよ、うんうん、何の根拠ですかみたいな、ブライアンとか、うん、なんか俺が勝手にこいつ一回死にましたみたいなことを言い出して、でなんかゾンビ野郎って最初すごいゲーメスとかで書かれてたんだけど、なんかじゃあ顔が白くしますねとか、なんかそういうふうに俺が適当に言ったことから決まるとか、うん、アリサみたいになんか適当にっていうか、こうでこうでこうね、こういう要件で手が取れる足取れるこうですとか、バッて言ってボンって出るみたいなことはありますよ、もちろん。でそれ何の根拠ですかって言われたら、前からちょっとそう思ってたんだよねとしか言いようがないこともあります、はい、そこはちょっと民主的ではないことも多々ありますね。ただ分かんないですよ、どれが受けるかは。まあ、ただ枠組みは決めたりしますよ、さっき言ったマーケティング要件で、もうこの地域のこれでこれでこれぐらいって。僕が聞いたことがあるのは、ちょっと前ですよ、きっとね。ここ2、3年とかそんなレベルじゃない、うん。それより前に、新キャラのミーティングがあって、まあ、
各デザイナーがいろいろまだアイデアフラッシュのミーティングで、そのミーティングは、ゼロから作るデザインじゃなくて、既存の世の中にいる人とか世の中にあるものとかね、既存のキャラクターであるとか、仮にそんなところから鉄拳に入れるとしたらどんなのがあるっていうアイデアフラッシュミーティングがあったと、で、まあ、いろんな人がいろんなことを言うわけですよ、あ、そうです。それブレインストーミング的なことをやることもある、その時にみんながキムキムって言ってた木村くんデザイナーのね、あ、ビジュアルデザイナー今もやってるね、長いよ彼も。そう、アングリーバードキャラクターのね、誰かがアングリーバードを鉄拳出したら面白いんじゃないみたいなことを言った聞いたことある。そう、キムキムが、アングリーバードって何ですかって言ったんですよ。あ、言った、あいつ彼は言ったそしたらそこからもう会議とか関係なく、ハララさんのキムキム攻めですよ、アングリーバードをお前は知らないのかと、むしろ逆に知らないでどうやってここまで生きてきたと、もうキムキムがあまり集中砲火を受けるタイプのデザイナーじゃないんですよ、ないね、おとなしくてね、キャラクター知らないだけでそんな集中砲火を受けるんだっていうのは僕聞いたことないですよ。でもさ彼ベテランよ、ものすごい長いベテランで、アングリーバードってしかもその頃アングリーバードが世界をもう席巻してた時代ですよ。避けようがないじゃん、この業界にいるんだよ、アングリーバードのあのものすごい勢いとものすごい知名度を誇って、まあ、今でも知ってる人多いじゃないですか、だからそれをさどうやって避けたんだっていう話ですね本人は避けてないんです。いやだからそれをさすごい確率だよ、それはなかなかすごいよねっていう、そのあの銃弾の雨の嵐の中を抜けてきた、ほんとマトリックスのネオかっていうさ、いや本当に、カネロおじさんとかだと、ああ嵐さんが言ったんです。言ったし、俺ファンの前でも言ったことあるよ。あ、本当ですか。それでコミコンとかで言ったかな。そうそう、恵比寿に日本本社あるじゃないですか、今もないのかな。ちょっと前で俺家の近所にあったわけだから、近所っていうかまあ、歩ける範囲に、そこに問い合わせましたよ、鉄拳のキャラクターに出していいですかと、もう何を言ってるんだろう、扱いですよね、そうね、何回説明、もう5回ぐらい誰が戦うんですかみたいな技はどうやって出すんですか、あったね、そういうのがあってあったね、そういうことあったね、キャラ会議は面白いよ、みんな参加させたいな映したい、いやあのね、ライブ中継したいぐらいのことはある、ね、面白い多分新キャラ、みんな参加したくなるよ、であのキャラクター会議だけはこれのこと自信持ってるのは変だけど、お前らそんな楽しい会議で給料もらってんのがずるいよって言いたくなると思う、一般の人は。あれは楽しいよ、面白い、この業界、にいるなっていう実感がいまだに湧く会議だ ね、こんな楽しい話してて俺ら月金もらっていいのかなみたいな。だってね、別にそこはアイディアの話だから、別にいや重要なんだよ、その雑談も重要なんだもん。だから仮に原田の場合それを流したところでね、アイディアの話だから、別にいいじゃないですかっていう。いやだから録画しときゃよかったってことはよくあるよ、後でコレクターズエディションにこの会議入れると多分マニアックなファンにとって一番面白いコンテンツだっつって、いや面白いと思いますよ、新キャラの会議はね、一番興味あるんじゃないですかね、そこね、すぐ答えられるやつちょっと言ってください。原田のバーで流れる BGM は誰の曲ですか。これオープニングとねエンディングだと思いますから、あれ鉄拳じゃないの。鉄拳7、時計セブンか。セブンです。のサントラだよね。そう。オープニングのデロレ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 ロは。あ、そうなんだよね。原田の場合って鉄拳やってない人の方が多いんじゃねえかっていう、見てる。最近ちょっと増えてきてるんですね。増えてるというか、前から言ってるけど、業界の人とさ。業界の人多いそうです。業界の人はもうある程度分かってるけど。この間も言いましたけど、業界外も増えてきてるんですよ、なぜか。ゲーム業界じゃないところからも、ちょっと見てもらえるようになって。ターゲットが分かんなくなってきたね。なんかちょっとね誰の曲ですかって聞かれてるので、誰の曲というよりもね、
鉄拳セブンの、まあ、作曲者はいますけど、鉄拳サウンドのどの曲だったかな、分かんないけど、あのラッキークルーやな、ジャングルなんですよ。ああ誰だったかな、まあ、後で名前出しとこうよ、なんかテロップ出しとこう、あのテロップを出してやってみましょう、うん、エンディングも、タイトル的にはね、鉄拳セブン FR ステージ08、なんだどれだろう、エレベーターノーマル2ミックスってやつがタイトルですけど、おお、鳴らしてる、でで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 ですよ、あ、はい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 、おおって最後のやつね、僕はあの曲かっこよくて好きなんです、そうなんだ、あの不思議なチョイスしてるなと思ったおお絶対エンディングはあれいくって決めてました、そうなんだ不思議だね、うん。